皆さん、こんにちは。ラバーダックです。バイオハザード RE3 続きやっていきたいと思います。ということで、前回は謎の生命体に襲われて、えー、逃げて地下に戻って、そしてまた地下にも地下から地上に戻るというよくもわかんないですが、続きやっていきましょう。さあ、地下から外に出てきました。どうすればいいかなこれ、券売機か。よいしょ。 おっとみんな髪がこうねあ戻っちゃったちょっと待ってマップの活用法アイテムも表示されると次えー、ここ何かモニュメント城前があるとんであの人は倒すべきかなあんまりね一般市民ですからもともとは ここは開かなさそう。おっとすごいなこれは。おハンドガンの弾で、ね、何かしてる何してんですかああ手前が <laughs> あああまだ来るか。 ああ、ちょっとアクション要素が強いかな、これは。よし。手前のやつは死んでるけど多分奥のやつはまだ死んでないな、これは。で、君はもう死んでるか。開けました。随分古い。ただ、綺、ま、麗、あ、な街並みですね。随分、これでも、 一車線かな車線的には。ちょっと。いや、違った。えっ、ー、と、ナイフ。よいしょ。何にあ、ガンパウダー。ガンパウダーを2つ組み合わせんだっけと、ハンドガンの弾ができると。おで、アイテムを組み合わせることができますと。組み合わせ。はい。で、これも組み合わせどこか。はい。

ああここにね消火栓というかホースつなぐんでしょで、えっ、ー、と、ああ、ごめん、まだ慣れてないんだ。ウブでね、消火栓があって、こっちは何もないのかなで、ここが今出てきた場所ああ、ここのあたりか。ほほほほほほ これ確かドラム缶撃つと倒すんじゃないかなこっちもいるね。で、もうちょっと、もうちょっとだ。OK。おぉ。いいね。<laughs> で、こっちはいけないんだ。確かあのビリビリしてるところ撃つとなんかあるんだよね。ああ、こんな感じね。 で、どうすんだビリビリしてる間。間はこっちでいいか。お大丈夫だ。今、普通に何も考えないで行っちゃったけど、場合によってはゾンビいるからね。あー、暗いな。これは 鍵か。また、この要素だな。ちょっと待ってね。えー、ドラッグストア店主の日記、えー。アンブレラ社の新しい育毛剤が飛ぶように売れている。あそこの薬は何だって抜群に効くからな。大量に仕入れておいた。俺の目利きは正しかった。これで売り上げ倍増は間違いなしだ。しかし最近この辺りで物騒な噂を聞く。稼ぎも増えたことだし、金庫を買い替えるとするか。 新しい金庫は完璧だ。アルバイトにも、俺の可愛いワイフにだって金庫のパスは教えていないからな。知っているのは、俺とアクアキュアの彼女だけだ。泥棒野郎には手も足も出ないだろうぜ。よしアクアキュア。覚えておく。ガンパウダだ。この人たちは多分死んだままだろう 絵がある。で、あ、何か。この。おーおー。あ、外した。いや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 、そんな。嘘嘘でしょ。<laughs> ちょっと待って、マウスの位置が。よいしょ。こうだね。今、端っこの方打てなかったかな。よいしょ。ちょっと待ってね。少々お待ちを。よいしょ。 これは、多分あの絵とか、持ち逃げする予定だったんだ。持ち逃げというか、自分の財産をこう持って街を出る予定だったんだろうね。だけど、あ、そういうことか。なんだけど、多分これが店主なんでしょうん。なんだけど、食い殺されたか。でも、頭打たれてる感じもするよね。多分そういう感じでしょう。う残念な。 いい家ではなさそうだけどね。<laughs> 音がする。おハンドガンの弾。結構潤沢にあるね。えー、で、こっちはああ、地下室か。 この辺り体験版で来たところだよね、たぶん。話の道筋としては体験版そのままだ。おおキティブラザーズレールエーがある。あ、そしてこれ、レジデントファーマシー、ファーマシー。おお待て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 て。ああ、噛まれた。そういうのね。今、あの、マウスを左連打しとけばよかったってことでしょ よいしょ。強化火薬。置いときましょう。アクアキュア。あ、アクアキュアって書いてある。これが、すごいね。マドンナみたい。ハイレグ。中途半端な長さのこのストッキング。えー、9。左9、右3、左7。あ、この人がもうなってる感じかな。

<laughs> ちょっとカまるてばっかりあーでも辛そうだな走らせない方がいいねよいしょんでえっ、ー、と左で9でしょこれ左右はあこうかオッケー左に9右に3 で、左に7。9て。ああ、最初の方が良くなかった。左に9。右に3。で、左に7。ああ、開いた、開いた。はあ。だとサイト。は こんなものを持っておくなって。あ、あれか、ここに現金をこう詰めて、で、あと残ったなのがなかこのダッドサイトだけってことかな。なんか音がする。あ、人形がある。まあ、壊す必要ないかどうせね、全部取り切れないもんね、私のような。私のような人間に取れるわけがないからね、ああいうの。 人によっては、その収集壁収集壁というか、なんていうかな。集めるのが上手い人と、私のように集めるのがそんなに上手くない人いるからね。ここ、怪盗、プラザーズ・レイルウェイ。多分ここだね。で、いると。あの、回避の方法をなるべく。おお、そういうことがね。 よし。ああ、危ない。<laughs> お、消火ホース見つけた。ここ、これ以上持たないか。ちょっと待って。そしたら、組み合わせます。えー、組み合わせで。どうだろうショットガンの弾作れるけど、今はハンドガンにしとこうか。で、組み合わせて。こうだね。で、あお、待ってね。 <laughs> うん、これはあ入ってくるかなこれここ数日暴動はひどくなる一方だいざという時のためにショットガン用意したガンラックに入れておけば取られることもないだろうとで曜日の弾調達しに行く必要になったらチェーンを切って取り出してくれということね開けてみようガンパウダーでここは 終了だ。なんで市民がこんなの持ってるダメよ。ああ、どうしようかな。どうしようかな。うーんー。じゃあ、ハーブ使おうか。うっそ今使おうとしてだじゃん。<laughs> やろう <laughs> もうちょっと後で使えばよかった今ちょっと一瞬の差があったねはいここだねショットガン使ってくださいと本当にいい人だよいや今ハーブ使ったのは何の意味もなかったってことですねはいうちはうさっき看板あったでしょ <laughs> あこれは懐かしいですね。これはあの、私の小学校とかにこういうエアコン、エアコンというか暖房器具かなありましたね。中学に入ると上からあのよくオフィスにあるようなのに変わりましたけど、冷暖房は。えー、っと、ギミックをコマンド、うん。待って。調べた後に、ああ、そういうことね。なんか、 でこれはカイトブロス、カイトブロス、ーはい、ロスレールウェイ。えー、停電時地下鉄は自動的に運行を停止します。電源が復旧次第コントロールパネルで、停車駅と使用する本番号を再指定してください。安全性が確認できないルートが入力された場合は、エラーとなり、運転が再開できません。そういうことか。 あのアメリカの鉄道って、アメリカって一応、世界最大の鉄道大国なんですよ。まあ、総延長とか、まあ、あの運輸学みたいなの。ただですね、まあ、原始的なもんであの、基本的にこの信号機っていうのは、本当に信号機としてしか作用していない。つまり信号機を超えたところで、えー、何も起きない、列車が自動的に停止されないという設備も結構まだ多いみたいですね。 ダメねってなんかなんか,なんかしないといけないってことでしょ向こうに行きたい。多分向こうのこの指令所でしょ指令指令,を指令を下したい。が、それが今できないってことは多分水を、火を消してからまた来るんだろうね、ここには。そこのゾンビも起き上がりそうだな。あんまり嫌だな。OK。よくやった。 よく起きなかったな。ああ、そっちいる。こっちもなんかある。なんか音がする。音がする。こっちなんだ。お、なんかある。ハンドガンの弾でもこういうの取ったら絶対さ、ほら、道塞がれるんでしょう。ああ、危ない。あった。なんだこれは。ガンパウダー、これ以上持てない。知ってる。組み合わせて。えっ、ー、と。 多分50発あ60発は持てるけど、それ以上はダメだ。別スロットになっちゃうんだね。で、ここはどうだろう。なんか置いてない何ショップドーナッツショップか。ドーナッツと警察官ってよくある組み合わせですけど、あれ、警察官になるとドーナッツが好きになるとかいうわけではなくて、あの、結構、その防犯上の理由から、警察官はドーナッツタダにしているお店が、 でえー、そうするとあの警察官はドーナツただだからあのドーナツ食べに行こうとそしてあのドーナツショップ側はあの警察官が見回りに来てくれるかなという理由でまああの一石二鳥というお互いウィンウィンの関係にあったりします飾り箱いやー持てない何も持てないじゃないか私はまるで現実世界みたいなとか <laughs> よし、えー、と、預ける。んで、どうしようかな。どうしよう、ど、お、お、お、どうするんだラバーダック、強化弾薬はまだいらないよな。そしたら。えー、よし、グリーンハーブ。アイテムを調べることができますと。これか、調べる。んで、スペース。 開きました。おー、赤いルビーを模したいし、何かにはみこ、はめ込むことができそうだ。今いるかな今いらないよね、多分なん。かしまっとこう。預ける。んで、あどうしようかな。これくらいでいいか。オッケーじゃあ、セーブします。よいしょ。 警察官の割に、腕が細いですね、ジルはどっから音楽流れてるんだろうあ、いったおおまあこっちから来たのかこっちあ、で、これさっきのところおま。はははは ああ、ちょっと待ってね。おこっちは何もない。こうだ。これで感電させておいていくと、これはさっきの場所ですね。降りてきた場所。なので、これで、そこなんかあるな。なんか光ってるように見えたけど、気のせいかな。トイアンクル、おもちゃ屋さんってことか。 トイザラス昔ありましたけど潰れちゃいましたねアメリカだと最近ロックシタンも潰れちゃったみたいだアメリカだとなかなか世,知ない世の中ですねあとゴディバも実店舗はアメリカではもうなくなるみたいですねよし変電所で電力を確保するリペア 修理屋さんだミスターミニットみたいなやつだねあのミスターミニットって日本の企業じゃないんですよねあれあれベルギーの会社かなんからしいんですよあんなによく普及してるのにすごいなと思いますが誰かいるの,誰かいるのちょっと待ったちょっと待ってねどうしよう今チェーンカッターがあるからショットガン取りに行きたいな ちょっと待った。そしたら、一旦セーブしてショットガン取りに行こう。ショットガンを取りに、私は行きますよ。壊してきそうだ。所詮ゾンビも人間だからさ、タンパク質。あ、車ないああ、どうしよう。阻まれた。 あ外したよいしょおおまいや <laughs> 今回避試せるかなと思ったけど試せませんでしたねこうかこうだね歩きながら行くというわけだまだコーションだけどねちょっとあ,ーごめんありがとうこっち何だろう ああ、チェーンカッターがあれば開きますよか。スポーンと。どうしよう。まずショットガンだよね。弾はないけどショットガン。カイトブラスか。よし。えー、っと。ここだ。で。チェーンカッター。 ほいショットガン M3 なんかアメリカ人がみんな銃持ってるようなイメージありますけど実際に銃持ってる人はそこまですごいたくさんいるわけじゃないみたいですねあの基本的には普通は銃は持ってあまたこいつもあ,あこっちはオリコーさんだな

あいや何もないんじゃんただうっそよし回避できたで今今ダイニングにいたやつもちょっと待った うソン私下手か本当にちょっと待ってねよしこういう時に使いましょう雑魚的に陽動されすぎだよ で、リペアショップに戻ってくると。で、いったんまたセーブだ。で、ショットガンあ4発はあるんだ。チェーンカッターも必要かな持っとこう。では、行きます。チェーンカッター。あ、こんなところで使うのね。あなた UBCS? そんな顔で見るな感染していないわかった手当お <い S 2> やめろ待ってっなんてことするの感染してたしてなかったかもしれないでしょスターズのやつは甘すぎる壊滅寸前になるわけだあなたたち UBCS は仲間を平気で殺すの生かしてもゾンビになってたお前は生き残る気がない 駅に戻っておとなしくしてろ。弱いやつはいらない。邪魔になるだけだ。弱いやつはいらない。邪魔になるだけだと。これでも、軍隊の鉄則にはあまり適してないというか、正当じゃなさそうですね。 9 1、えー 91. 5キロ何センチかにもよりますね体重的にはグラウンド12周サーキット2セットあわよクソ刑務所無期長役で暗い、えー、クソをひねり出すだけだった俺にとんでもないチャンスが巡ってきたと仕事できるんだあのアンブレラ社からのヘッドハントだとギャング20人殺しの罪がチャラになるなんて信じられないとそういう感じかであ減ったねよく頑張った何日で減った 16日か2週間ぐらいでちょっと減ったね。2キロちょっとだ。ランニング20キロ、サーキット3セット、射撃訓練開始。400ヤード、ミス5回。無償を出て、UBCS の訓練生活が始まった。丸2年ぶりに実弾を打った。この距離で動かない敵、的を5インチも外したのは初めてだ。全、ま、く距離がつかめていない。くそ、完全にボケちまってる。次、86、お。 うん、また15日、20日ぐらいか。随分減ったね。ランニング30キロ、サーキット3セット。射撃訓練600ヤードでミス2回。お、随分精度が戻ってきましたね。3インチ以内に着弾と。えー、勘が戻ってきた。うん、午後は初めて模擬戦に参加と。隊長や同僚たちはいいやつだし、レベルも高い。だがニコライとかいうやつは行かれてるのかポイントを稼ぐために平気な顔で俺を縦に仕上げた。 はい、82キロ。おー、すごいね。というか、刑務所の生活は何だったんだ <laughs> 結構いい食事をしてたってことだね。ランニング30キロ、サーキット4セット、射的訓練600ヤード、全弾命中。おっと、すごいな。どんな的だろうが外す気がしない。完全復活だ。明日は、 初任務、ラクーンシティの暴動鎮圧に向かう。ジミ民が背中を押してくれている気がするぜ。人助けの好きな兄貴なら真っ先に駆けつけていたはずだ。ギャングのクソガキどもに殺されなければ代わりにこのマーフィー・シーガーが存分に腕を振るってやると。そういうことね、元ギャングだったけども、まあ、構成したというか、こうやって借り出されたわけだ。まあ、軍隊はですね、あの <laughs>、 一人を助けるためだったらかなりの犠牲を強いるというのがまあ基本みたいですね。まあ、理由としては例えば敵地に一人取り残されちゃった人がいます。ただそいつを助けに行くためには400人が犠牲になるかもしれない。でも皆さん助けに行きます。まあ、理由としてはもしあの自分が同じようにどこかに取り残されてしまった時にあの助けに来ないと。 分分かっってししままたら多分元々その任務をやる気なくしますよねどうせ俺助かんないかも取り残されたら助かんないしいいやーってまあ適当にやっとこうというかあるいは怖がってあのきちんと任務を存分にしない場合もありますよねそういう時を考えるとまあどんな時もね頑張って助けるっていうのが軍隊にとっては重要って言われてますね。 中東、東欧、南、アフリカ、ありとあらゆる地獄を見てきた、過酷な収容所の生活にも、どんな拷問だって耐える受信があった。だが、たまには、楽に人稼ぎしようと思って、そう、ほんの休暇のつもりだったんだ。ほう、あっという間だった、最新のアサルトライフルで武装して、30人の精鋭部隊が、数日と経たずに壊滅した。 俺は地獄を知っている。だからわかる。この先に待つのはさらなる恐怖と絶望だけだと。俺は臆病者で構わない。残された態度はこれだけだ。自分の屍が動き出さないことを祈り、引き金を引くと。ああ、そういうことね。この人はまあ自分の最後を悟ってしまったってことだ。アサルトライフ。あハンドガンのタムか <laughs>。いいもの持ってんなと思ったら違ったみたいですね。 いやあ、本当に。さっきの野郎はどこ行った玉を食らわせてやりたい。電気屋からの告知。発電機、ご自由にお使いください。あお、ずいぶん太っ腹だね。あちこちで停電が起きている。連合会で相談して、ありったけの小型発電機を町の各所に設置した。 みんなで自由に使ってくれ。ただし発電機には高電圧が流れていると。銃で撃ったり強い衝撃を与えると、放電して近くにいるものを感電させるんだ。いいか、放電している発電機には近づくんじゃねえぞ。発電機を利用してボートをやっつけようなんて無茶なことは絶対に考えるな。とにかく身の安全が第一だ。無事やり過ごしたら壊れた家電を買いに来てくれ。出欠価格でサービスするからな。角の電気やサムより、 ああ、なんて、なんていいやつなんだ。絶対買いに行くわ。<laughs> で、ここだね。ワンちゃん、ワンちゃん、オーマイ。ワンちゃん、感電しなかった。オーマイ。ワンちゃんね、苦手なんですよ。<laughs> ちょっと打つわ。 よしはあ,あまあど,どっちだどっちだワンちゃんちょっとちょっと私をよし <laughs> ワンちゃんほんとやだ、うん、この保線作業員さんみたいのいつもいますね。 たくさんいるのかなお変電所が近いかなこっちは何にもない。お木箱がある。違う。違う。<laughs> 2だと、あの、ねおハーブだ。これ以上持たない。どうしよう。 組み合わせ2だと、あの、何て言うかな、スペースキーを押すと、刃物を構えて、そして攻撃するだったんで、今回の今作はスペースキーで回避だからね。前作は回避できなかったんで、随分と進化しましたね。おう、おお。待って、待って。 で、よぉ、いいね、一発だが、また保全産業員さんだ。今外したな。よし。えっ、ー、と、ここは何かあるいや、結構逃げる場所あったんだ。行き止まりかなと思ったんだけど。お、何かある。 ガンパウダー。ああ、これ以上持たない。これ以上持たないよ。どうしよう。どうしようかな。ジルコーションなんだよな。うん。使うか置いとこうか。来るかもしれんしね。こっちにまた。 レッドハーブだ。これ以上持てない。<laughs> ちょっと回復しとけばよかったね。グリーンハーブでね。そうすればまたレッドハーブも持てたし。あ、よかった。こんなところに嬉しい場所が。一旦これ置いとこう。預けて。えっ、ー、と、これ。 変電所長からのファックス。単位各離、市内で発生した大規模暴動への対応のため、計画停電の実行が決定されましたと。で、収束したら、4つの遮断機、えー、暖炉機をのレバーをすべてオンにしてくださいと。指令室の主電源を入れれば、送電機能が回復すると。そういうことですね。で。うん。 で、取りに行こうか。で、取りに。じゃあ、ちょっとビル、ジルごめんね、こんな。おあびっくりした。あれあ一個ずつ回収ね。よいしょ。 ちょっとずつ球数が減ってるな。さっきまでは結構なダンスあったんだけどね。で、あとは、レッドハブはね、預けずに置こうか。そして、ショットガンも置いとこうか。これ、チェーンカッターいるかなで、これはああ、サイドバック先生が。ああ、よかった。 サイドバックはほんとしいよね。美人は持ち物が少ないっていうけど、このジルは持ち物たくさんでも美人ですね。<laughs> よいしょ。じゃあ、こんな感じかな。一旦、じゃあ、ここで終えましょうか。 はい。ということで、ラバーダックがバイオハザード RE3 やってきました。次回ね、ここの変電所を復旧させ、なんかキモい。<laughs> 復旧させて、えー、展開進めていきたいと思います。ということで、ラバーダックでした。皆さんまたお会いしましょう。バイバイ。